東松山ボタン園は、東松山市の花、ボタンの普及活動の一環として1990年に整備された公園です。現在は約5000株が植栽されています。ボタンの満開宣言が4月25日に出されていますが、花は十分元気でした。電車の場合は、東武東上線東松山駅から、東松山市市内循環バス、大谷コース、東松山ボタン園南、下車、徒歩10分です。土日は臨時バスもあります。車の場合は、現地に無料駐車場があります。営業時間は9時からです。入園料は、大人、高校生以上500円、中学生以下は無料です。28日は5000株のうち1604株が開花中でした。地先品種の開花に加え、ハイブリッド芍薬の開花も始まり、最大の見頃を迎えているようです。ボタンは、清少納言の随筆、枕草子に登場することから、平安時代に遣唐使が中国から持ち帰ったと推定されています。有料期間中5月6日まではペットを連れての入園は禁止されています。ボタンは一度植え付ければ毎年花を咲かせる落葉低木です。種から育てると最初の花が咲くまでに5から10年を要するので、苗木から育てるのが一般的です。苗木が市場に出回るのは植え付けに適した9から10月頃です。市販の苗木はほとんどが芍薬を代木にした接ぎ木苗です。苗から伸びている根は、ボタンの根ではなく、芍薬の根です。苗木を植え付けた翌春には花が咲きます。しかし、株そのものの勢いは弱ってしまいます。ボタンの根の成長は極めて遅く、植え付けて半年ほどでは太さが1センチにもなりません。芍薬の根の力だけで花を咲かせたボタンはひ弱で、数年後に枯死しても不思議ではありません。ボタンは育てるのが難しいと思われがちですが、寒さや乾燥に強く、本来は丈夫で育てやすい植物です。過湿と暑さは苦手です。1年目は、早い時期につぼみを摘み取って花を咲かせないことが大切です。こうすることで、ボタンは自根でしっかり育ち、長年にわたって花を楽しませてくれます。
展望台からの景色です。大型複合遊具の広場です。子供たちに人気の雲海パークが始まりました。